今日はお泊まり組結構多めです。犬の秘密基地ナウ始まるよ。小さなビションプーとダブルダックス、どうも犬の秘密基地です。クッキーちゃんとスワマくんのダブルダックス、後ろからトコトコとやってできたのはトイプードルメル君。だいぶ皆さん落ち着いた様子になっています。ミニチュアシュナウザーのソラマル君もだいぶ慣れてきたでしょうかね。相変わらず顔がポウ、チャチャマル君とビションプーのふーちゃん、あんくんはもう眠たそうです。ちゃちゃまるくんもそらまるくん、ベッドをちゃっかり使っちゃっています。南国で休暇を取るちゃちゃまるくん的な感じです。みんな集まってきて、いつの間にか囲まれてる。しばらく時間も経って、そらまるくんはじめだいぶみんな仲良くなってきたでしょうか。みんなウキウキ状態で小走りします。あんくんとどんぐりちゃんは二人だいぶまったりとした感じで一緒に寝ていますね。仲良く眠る。そして黒柴犬のそらくんが合流です。一緒にお泊まりするそらまるくんが挨拶に来ています。そしてさらに陽気兄さんとトイプ妹のてる&ゆい兄弟が合流しました。陽気兄さんは相変わらず最初の方はちょっと緊張気味で動かない。陽気兄さんはしばらくしてちょっと頑張って動こうとしてるけど、あまり行動範囲は広くなっていません。だいぶお泊まり組も集まってきて、のんびりとした午後となっています。スワマくんは他人のベッドを使いがち。最後はみんないい感じで集まってきています。今日はお泊まり組結構多めです。そして最後はアンボッチ。犬の秘密基地は飼い主様のご希望があればワンちゃんの様子を動画で配信しています。それと私プーさんの動画ブログも時々配信していますので見てください。よろしければチャンネル登録もお願いします。